皇位継承有識者会議の報告書が提出されましたが、その中身について坂東さんが解説していましたね。12月22日に提出された有識者会議の報告書は岸田首相に提出されました。そこではなぜか次世代の皇位継承資格者として悠仁さまがいらっしゃるのを前提に流れを揺るがせにしてはならないということで一致したようです。これはどういうことなのでしょうか。揺るがせにしてはならないだから悠仁さまが次の天皇陛下になることは揺るぎないことだと言いたいんでしょうが、いろいろとおかしいですね。ただ安定的な皇位継承の話し合いをしているのに悠仁さまに託すしか仕方がないということで、あまり安定的な皇位継承の話し合いとしてはどうかなという結論ですね。ちなみに2024年9月6日から未成年の年齢が18歳に引き下げられるようです。つまり悠仁さまが高校3年生で成年になられるようですね。つまり悠仁さまの成年皇族は18歳ですかね。それだけに悠仁さまの高校は重要になってくるのかもしれません。成年皇族の年に東京大学なんて行けたらと思うと、紀子さまや秋篠宮さまはウキウキしているのかもしれません。現在有識者会議でまとめられた案は、結婚された女性皇族も皇族の身分を保持する案と、養子縁組を可能として皇統に属する男系の男子を皇統とする2本立てで話し合われているようです。そしてそれでも難しい場合は養子縁組ではなくて直接皇族とする提案もされているようです。さらに小室圭が出てきたおかげで女系天皇が誕生するのを防ぐために、女性皇族の子供は皇位継承資格を持たずに配偶者の子供は皇族ではなく一般人扱いにするようです。ただ問題は女性皇族が結婚後にどこに住むのかという問題ですね。夫や子供が一般国民扱いだったら皇居や御用地以外に住まなければいけません。さらに戸籍もどうするかということですね。しかも女性皇族が小室圭のような男性と結婚したら、結婚後もしっかりと悪びれることなく税金で暮らしていけるわけですね。さらに女性皇族には強制的に結婚後も皇族に残るということはできないだろうから、本人の意思に任せるという結果になるだろうということです。そうなると皇族を確保する具体的な話し合いともならないし、女性皇族の案は微妙ですよね。ちなみに旧宮家の男系男子は現在11宮家あるようです。皇籍を離れられてから70年以上が経過して、いきなり明日から殿下と呼ぶことになるので、さすがに小室圭のような男はいないでしょうが、世間的にはいろいろとあるかもしれませんね。さらにその男系男子が結婚をしていたら、その配偶者の対応をどうするかとか、結婚をしていない男系男子なら未成年の可能性も高いし、未成年を養子縁組とする際には家庭裁判所の関与をどうするかとか、いろいろと問題は多いようです。ただ養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないということで話し合われたようです。つまりここが次は悠仁さまで揺るがせにしてはならないということにつながるわけですね。でも皇族となってから男系男子でその子供も男の子だったら、当然皇位継承順位がつくということになります。ただそれだと養子縁組になって種馬になってくれという夢にもなってしまいますからね。ちなみにさらに厄介なのが、男系男子が結婚していてすでに子供がいても養子の対象にしているようです。だからいきなり皇位継承順位がつく可能性も浮上していて、いろいろとややこしいようですね。そもそも有識者会議ってメンバーを誰が選んでるんでしょうね。女優がやったりとか経団連の会長がやったりとか、なんかそういう伝統を専門としてる人以外の人の方が多いですよね。いろんな人たちで話し合うのはいいことだと思いますが、なんか誰がどのようにメンバーを組めてるのか謎ですね。有識者会議っていろいろと謎が多いですね。まあとりあえずは佳子さまには早く結婚してもらって皇籍を離脱してほしいですね。本人も早く結婚して皇室から出てきたいようなんで、厄介な相手だけは勘弁してほしいですが、適当な相手を見つけてほしいですね。佳子さまは27歳になったということで、まあ眞子さんによりかは早く結婚しそうですね。もし仮に有識者会議で女性皇族も結婚後も皇族の身分を保つとなっても施行されるのはすぐではないだろうから、佳子さまは対象にならないと思いますけどね。今回の報道を受けて佳子さまも結婚へのスピードが加速されるのではと言われているようです。眞子さんが結婚後もスマホで連絡を取り合っていて、結婚生活を聞いてより結婚願望が高まっているでしょう。まあただ心配なのは、ニューヨークに行ってもいろいろと監視をされているから簡単には外出できない状況なのを知って少し気持ちが変わっていないかが心配ですね。まあそれにしても、小室圭が眞子さんの婚約内定報道があった時にはすでに護衛の人たちも小室圭がどんな人物なのかをすでに身辺調査をしていたようですね。ただ秋篠宮様からはそういった身辺調査の結果を聞かれなかったこととかもあって言わなかったようですね。まあそれか小室家で3年自殺をしている件を聞いていても、3年自殺をしている件を聞いたけども、それほど驚くことなく受け入れたのかもしれません。秋篠宮家からは不審死が小室家以上に多いから、
大したことない家庭だなぐらいにしか感じなかったのかもしれませんね。まあ親族3人自殺もスルーできちゃうぐらい秋篠家は異常な家庭なんでしょうね。それにしても異常な家族ですね。これだけズルをして感覚が増してるんでしょうね。久子様ももう高校生になろうかとしているんだから、自分の立場が異常なことに気づかないんですかね。ここまでずっと無試験できて背伸びしたって筑波大附属高校には無理なことを自分が一番よく分かっていると思うんだけども、勉強すれば何とかなると思ってるんですかね。筑波大附属高校といえば本当に日本のトップレベルだから、昔に比べてパソコンを使える人も増えてきた中で、筑波大附属高校だったらハッカーレベルの高校生とかもいるだろうし、いくらでもバレない方法で本当の姿がバラされると思いますけどね。ある意味筑波大附属高校が将来の天皇になるにあたって一番厳しい高校だと思いますけどね。背伸びしなければよかったってなるかもしれませんね。まあ結局は学校に行くと学力がバレるから、個人特別授業とか裏技を使って卒業するかもですね。もう将来の天皇になるには何でもありなんでしょうね。それに同級生からはこいつが裏口天皇かとか、すでに学力とかもバレてるでしょうしね。小学校5年生の段階で自分の名前を漢字で書けなかったことはバレていますからね。そんな奴が数年頑張ったぐらいで筑波大附属高校レベルに追いつくわけがないですからね。また同級生からは嫌われて友達ができないんでしょうね。まあ友達ができないだけではなくて、筑波大附属高校の生徒としたら裏口入学をされることで偏差値が下がっていく可能性がありますよね。そういうゼミを作ってしまったら、また同じようなことをやったりとかして金で入る人とかも出てくるかもしれませんね。だから同級生からだけではなくて卒業生とかからも嫌われて、将来の天皇としては最悪ですね。ただテイミスの記事によると、皇室の内部でもかなり内部抗争が起きているようです。皇宮検察なんかも天皇家と美智子様の派閥に分かれていて、かなり内部抗争が激しいようです。まあ愛子様に会いに皇居に侵入した男も、本来は皇居に入る前の段階で取り押さえなければいけなかったんですけどね。ニューヨークの小物系や眞子さんの警備にお金をかけるぐらいだったら、皇居の警備をしっかりとお願いしたいですね。結婚する前のフォーダム大学の頃から警備がついていましたからね。予算のかけ方が異常ですよね。しかも美智子様も生前退院されて、公務がないのに職員はそのまま60人ついてるんですよね。何も仕事がないのにトイレでお尻でも拭いてあげてるんでしょうか。ただこういった悪事もこれまではネットの時代ではなかったからバレてなかっただけで、どんどん悪事もバレてきていますからね。これまで美智子様は雅子様を嫌っていじめてきたかもしれませんが、今では天皇一家が称賛されだして、秋篠宮家が眞子さんの結婚を機にどんどん今までの不正がバレてきてますからね。まだまだこういった悪事を知らない国民はたくさんいると思います。ただまた佳子様の結婚や久子様の高校進学など、そういったイベントがあるたびに、秋篠宮家のこれまでの不正や美智子様の不正がバレてくるでしょう。その証拠に美智子様とヤフーで検索をすると、意地悪とか眉毛とか衣装代とかいうのがサジェストキーワードとして出てくるんですよね。これはこのキーワードを検索する人がなんだこれと思ってついでに検索する可能性も強くなって、これまでの悪事もバレていくでしょう。まあ逆に今までバレてなかったのが不思議なぐらいですけどね。いくら週刊誌に美智子様の上げ記事とかを書かしても、すぐに検索キーワードに意地悪とかがよく検索されるキーワードとしてあるわけだから、もう正体はバレてるんですよね。もし次の天皇が愛子様ではなくて秋篠宮家に移るようなことになれば、皇室好きな人も皇室不要論者になっていくことは自然な流れでしょう。ただそういう流れも美智子様が亡くなることによってまた大きく流れは変わるでしょう。これまで美智子様を持ち上げていた宮内庁職員も秋篠宮家ではなくて天皇家のサイドにつくのではないでしょうか。そうなると秋篠宮家のこれまでの不正や DNA 鑑定や会計監査とか、もう秋篠宮家は逃げ場がなくなって自ら功績を利用するから、これまでの罪を許してとか崩壊状態になるでしょう。まあこれから 2,3 年ぐらいしたら美智子様がいたとしても秋篠宮家が崩壊していくだろうし、愛子様の公務も評価されて、どんどん国民が愛子天皇を推す声が増えてきて、美智子様もボロを出すかもしれませんね。とりあえずはまずは小室佳代さんの逮捕で、また眞子さんや小室家の忖度に関わった人物の調査もしてもらいたいですね。そしてどんどん逮捕してもらいたいです。あなたは誰が先に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。